俺たちはこの頃シオンの身にまさかあんなことが起こるなんて思いもしなかった。ねえ、明日天気も良さそうだし、みんなで潮干狩りに行かない？そうね、私もお勉強ばかりじゃ疲れちゃうから気分転換に行くわ。私は行かないわ。私が海苦手なことみんな知ってるでしょ。潮干狩りは潮の引いた浜でやるんだから泳げなくたって大丈夫だ。それに何かあっても俺がついてる。レオ、じゃあ行こうかな。この時はまだ楽しかった。あんなことが起こるなんて誰も知らなかったから。青い海に白い雲、まさに潮干狩り日和。ケイのために回転庫掘ってみせるぞ。いやいくらなんでも千個は言い過ぎでしょ。ところでシオン、ここにいるわよ。浮き輪までしてるのかだぜ。だからここまでしなくても俺が守るって言ってたろ。さあ、あっちの方行くぞ。みんな、ここ早速1個あったよ。ナイス、リオン。あ、レオ見て、ここに発見。本当だって。悪い、俺飲み物持ってくるの忘れたわ。ちょっと取ってきてもいいか。うん、私ここでせっせと取ってるね。おう、すぐ戻るな。シオンね、頑張って貝をいっぱい掘ってレオ君に美味しい貝料理を作って食べさせたいって思ってるんだって。ほんとレオ君と付き合い始めてから変わったよね。そうなのか。そんなことを聞いた俺はついつい嬉しくてリオンたちと長話をしてしまった。あ、やべえ、つい長く話してしまった。シオンのところに戻らないと。シオン、ごめん、ちょっとゆっくりしてしま…あ、シオン、おい、シオン、しっかりしろ。なに、シオン、おい、大丈夫か、シオン。こんな浅い水たまりなのにどうして。何かに転んじゃって顔が水に浸かってパニックになっちゃったのかしら。シオン、しっかりするんだ。目を覚ませ。シオン。私、水に溺れて息ができなくて。シオン、びっくりさせないでよ。よかった、大事にならなくて。本当だよ、こっちの心臓が止まりそうだったよ。俺がついてるから大丈夫だって言って無理に連れてきたのにこんなことになって。シオン、ごめん、俺が目を離した隙に本当にごめん。レオ、何するのよ。シオン、言って。でも仕方ないよ、ちゃんとシオンを見てなくて溺れて苦しい思いをさせたのは俺なんだから。何言ってんのよ、あんた誰よ。いきなり何してくれてんの、気持ち悪い。誰って。あんたたちもみんな誰、そして私も誰。ここはどこ。そう、シオンは溺れたショックで記憶喪失になっていた。だから俺たちは必死に説明した。私はシオン、そしてあんたが私の双子の妹でリオン、そしてあんたたちは同じクラスの友達。わからない、全然覚えてない。シオン、この人はシオンの彼氏だよ。それも覚えてないの。ああ、さっき私に急に抱きついてきた気持ち悪い男ね。知るわけないじゃない。仕方ないわ、今日はもうとりあえず帰りましょう。何かをきっかけに思い出せるかもしれないし。うん、そうだね。じゃあ帰ろっか。ほら、シオン、帰ろう。うん、でもこれ。もういいよ、これは海に戻そう。あ、俺のことを知るわけないって、気持ち悪い男って。まあまあレオ、そのうち思い出してくれるはずだから元気を出すだぜ。きっとすぐ記憶は戻る、戻ってくれ。俺はただただ祈った。シオン、リオンから電話があってびっくりしたのよ。大丈夫なの。この人はママ。そうだよ、私たちのママ。ママ、シオンにあれを作ってやって。わかったわ。シオンが大好きで小さい頃から飲んでるレモネードね。ちょっと待ってて。はい、これを飲んでゆっくり休みなさい。ありがとうございます。あー、レモンと蜂蜜のいい香り、懐かしいわ。これはママの味。ママ、しよう、よかった。本当だよ、思ったより
早く記憶が戻ったんだね。それじゃあホットレモネードからの、これを見て、レモネードガール。レモネードガール、レモネードガールといえば匠様、匠様といえばリオン。そう、すごい、シオン思い出せたじゃん。よかった。こんな感じでシオンの記憶はみんなが思ったよりも早く回復していった。この前歯の虫歯といえば K。 あなたは K ね。うん、それで思い出すなんてあんまり嬉しくないけど、でもよかった。シオン、俺の愛するケイを真っ先に思い出してくれてありがとうだぜ。だぜ、愛するケイ。この口癖は確かチャック。おお、その通りだぜ。俺はチャックだぜ。よかったわ、私も責任感じてたの。潮干狩りなんか行かずにみんなお家でお勉強しましょうって言えばよかったって。その優等生発言、お勉強大好き、エマ。エマじゃない？そうよ、私優等生のエマよ。それじゃあと思い出してないのは。シオン、本当に今回は悪かった。俺がついてるって言ったのに怖い目に合わせて。レオくんのせいじゃないよ。レイ、シオン、レオくんのことを思い出した？じー、レオって誰？言ってみなよ。そしたら思い出すかもしれないよ。え、決め台詞って？事件が俺を呼んでいるとか、謎は全て解けたとか、これでビシッと解決もよ。あ、うん、三連発で言ってみる。何それ、まったく名探偵気取りなの？別にこんな人思い出したくもないし。いくらなんでもひどすぎるよ、シオン。なんでレオのことだけ思い出せないのかしら。そう、シオンは結局俺のことだけ思い出せなかった。はぁ、あ、このままずっと思い出してくれないのかな。レオ、そんなに落ち込むなだぜ。それにしても不思議だぜ、あんなに仲良くやってたのに。シオンは結局俺のことをそこまで好きじゃなかったのかもしれないな。いや、最近の様子じゃ羨ましくなるぐらいシオンもレオのこと好きだったと思うぜ。それじゃあなんで。そうだ、シオンをレオの探偵事務所に連れてってみたら。シオン、あそこにもよく出入りしてたよね。そしたら少しは何か思い出すかもしれないよ。そうか、さすがケイだぜ。早速放課後連れていくようにリオンに言ってみるだぜ。ちょっとリオン、私をどこに連れていくのよ。いいから早く早く。レオくんと付き合い始めてからやっとシオンも普通の女の子らしくなってきたのに、このままじゃ二人はダメになっちゃう。はい、レオくん連れてきたよ。どこに連れてかれるのかと思ったら、あんたは探偵気取りの男。レオだよ、別に気取ってるわけじゃないさ。ねえシオン、シオンはここにも何回か遊びに来てるんだよ。この部屋を見て何か思い出さない？私がここに？ここ、推理小説がたくさんと可愛いお人形。何あんた、二重人格？それにこの本、ミステリー小説に推理クイズ、事件の真相ってタイトル。あんたってマジの推理オタクなのね。気持ち悪い。はぁ、なんか付き合う前よりレオくんに対する当たりが強くなってる気がするね。ごめんね、レオくん。リオンが悪いんじゃないから謝るな。なんで俺のことだけ思い出してくれないのかわからないけど、俺は気長に待つよ。それまでなんて言われたって平気さ。俺はどんなシオンも好きなんだ。ところでシオンは最近霊感はどうなんだろう。相変わらず冴えてる？霊感？そういえば毎日休むことなかった朝の滝修行、あの日以来行ってないかも。ねえシオン、行ってないよね。滝修行？何それ？滝修行のことも覚えてないの？そう言われると、今までだと家や学校で毎日幽霊と会話して
してたのに、ここんとこしてない気がする。ってことは、シオンから霊能力がなくなったってことか？何二人ともごちゃごちゃ言ってるの？私、ここにもこの人にも用ないから帰るよ、イオン。ちょっと待ってよ、シオンってば。あ、そうよ、待ちなさい、シオン。何この人。嫌だ、近寄らないで。シオン、あんなに尊敬している玲子さんのことを。シオンの体の中に入っているのは誰？え？シオンの体の中？見えるわ。あなたは恋人と海に遊びに来ていて、運にも溺れて亡くなった女の子。え？シオンの中にそんな霊が？まさかあの水たまりで溺れた時にシオンに取り付いたの？そう。そしてシオンに嫉妬して、彼氏との仲を引き裂くために彼氏の記憶をなくそうとしてる。苦しい。レイコさん、やめてください。シオンが苦しんでる。俺のことはもう思い出さなくていいから、シオンを苦しめないでください。いいえ、苦しいのは一時のこと。この霊がずっと居続ける方がシオンにとっては苦しいこと。さあ霊よ、出て行きなさい。シオン大丈夫か？レオ、シオン思い出したのか、俺のこと。私が取った貝はバケツに入れてたの。レオに美味しいパスタとクラムチャウダーを作ってあげたくて、怖かったけど頑張って海に行ったのに。シオン、そんなこと、もういいんだよ。お前さえ戻ってきてくれたら料理なんて。出て行ったレイがどうか成仏できますように。本当に良かった、シオン。ちょっと待って、どうしてレイコさんがここに？あなたがここ数日朝の滝行に来ないから心配していたの。そして霊視をしたら、海で溺れたあなたとあなたに取り付いた霊が見えたのよ。レイコさん、やっぱりレイコさんはすごいです。ありがとうございます。そして霊に取り付かれるなんて、私はまだまだね。レオ、私休んでた分取り戻さないといけないから、当分デートはできないからね。ちょっとシオン、せっかくレオくんの記憶が戻ったのにそんな言い方。いや、いいんだ、それがシオンらしくて一番いい。お兄ちゃん、この上にあるお菓子取って。あれあれ。うん、いいよ。あー、でもギリギリ届かないかもしれないな。はるか、椅子を持ってきて。はーい。よし、これで届きそうだ。うわー、携帯鳴ってるよ。今猫ちゃんシャンプーしてるから後で見るわ。わかった。どうしよう、リカちゃん出ないし。でもお兄ちゃんが。そうだ、前に仲良くなったマリアちゃんに電話してみよう。はーい、はるかちゃんどうしたの？あ、マリアちゃん大変なの。ハルとお兄ちゃんが。なんですって？ハルどっちが椅子から落ちちゃった？マリオドートマン、お迎えに上がりました。トム、予定は変更よ。今すぐ私をハルドッチの家へ連れてって。え、でも今日は大事なインタビューのお仕事が。そんなのどうでもいいよ。早く早く、ハルドッチのところに行きなさい。はい。お兄ちゃん、お兄ちゃん、私があんなところにあるお菓子取ってるなんて言ったからだよね。ごめんね。お嬢様、来ました。サンキュートム、あなたはもう帰っていいわ。今日のお仕事を休んだら絶対お父様に怒られるのに、そんなにハルトくんのことが心配なのか、お嬢様。はるかちゃん、ハルドッチは？マリアお姉ちゃん。キャー、ハルドッチ、ねえちょっと大丈夫？あれ、僕どうしたんだ？お兄ちゃん、ハルドッチ、よかったよかった、はるか、一体僕は何があったんだ？そして、君は誰？え？君は僕の友達？もうやーねー！ハルトッチのことが大好きなマリアよ！今更何言ってんの？
大好き？君は僕の恋人か何かかな？え？僕この椅子から落ちてしまったの？それを君が助けてくれたとか？いや助けてくれてありがとう。君にお礼がしたい。君は僕の恋人みたいだし、ぜひお茶でも飲んでいって。すぐ準備するから。どういうこと？ハルトッチ、もしかして記憶がなくなったの？はるかちゃんのことは覚えてるけど、私のことだけわからないの？そんな、思い出という思い出はあまりなくても、私のことだけ忘れるなんて。マリアお姉ちゃん、大丈夫だよ。きっとお兄ちゃんは明日にでも記憶が戻ってるはずだよ。だから泣かないで。ありがとう。お茶蓋の場所はどこだったかな。いた。お兄ちゃん大丈夫？はるか絆創膏とか買ってくるよ。だからマリアちゃん、少しの間お兄ちゃんをよろしくね。うん、気をつけてね。ハルトッチ、どうしたら記憶が戻るんだろう。せめて私のことだけでも覚えてくれてたらな。ふう、今日のバイトもおしまい。お疲れ様。電話鳴ってるって言ってたよね。うん、何回か鳴ってたよ。誰からだろう。ハルトくんからだ。こんな何回も電話してくるなんてどうしたんだろう。あ、ハルトっち、電話が鳴ってるわ。奥に誰からだろう。リカちゃんって誰だ。はい、もしもし。あ、もしもし、ハルトくん、ごめんね、バイトだったから電話出れなかったの。どうしたの、何か用事？忘れてるのは私とリカちゃんだけ？他のことならちゃんと覚えてるのに、二人のことだけ忘れてるの？それなら、いいこと思いついちゃった。ごめんなさい、君は誰ですか？ちょっとハルトッチ、携帯貸して。もしもし、リカちゃん、私よ、マリアよ。マリアさん、なんでハルト君の携帯を？っていうか、今一緒にいるの？ハルトッチは私のこと好きになってくれたみたいで、リカちゃんとは別れて私と付き合うって。そんなの嘘に決まってるわ。騙されないわよ。さっきのハルトッチからの電話はその電話だったの。やっぱりこの人は僕の恋人だったんだ。あまり思い出せないけど、なんかよく知っている気はする。ハルト君がもし本当に私と別れたいって言うなら、電話じゃなくて直接言いに来るはずだわ。もう、じゃあ分かったわ。今から直接ハルトッチのお家へ来なさい。直接言うみたい。リカちゃんには申し訳ないけど、ハルトッチが私とリカちゃんのことだけを忘れてるなら、彼女は私でしたっていうことにできるもんね。本当にハルト君、マリアさんのこと、どうしていきなり？リカちゃん、お先に帰る。リカちゃん、しっかり、大丈夫？うん、ごめんね、シャルル君。ありがとう。どうしたの？なんで泣いてるの？大丈夫？もしかしてハルト君と何かあったの？いきなり私とは別れるみたいで。何それ？マリアさんっていうライバルがいたんだけど、その人のことを好きになっちゃったみたいで。それは絶対何かの間違いだよ。ハルト君はあんなにリカちゃんのことを思ってたし、マリアお嬢様のことを好きになるわけがない。とりあえず直接ハルト君と話してきなよ。うん、そうだよね。ハルト君家に行ってみる。ハルト君のやつ、絶対僕ならリカちゃんのことを泣かせたりしないのに。ねえハルトッチ、今からさっきの電話の人、リカちゃんがここに来ると思うんだけど、なんかハルトッチと私が付き合うことになったの信じれないみたいで。でも私とハルトッチは本当に付き合ってるし、直接ちゃんと説明してあげてよ。わかった。僕はマリアさんと付き合ってるからって言えばいいんだよね。そう、私がハルト君の彼女よとか何を言っても信じちゃいけないわよ。ハルトッチは私の彼氏なんだから。うん、わかった。ハルト君、ハルト君、ねえどういうこと？マリアさんと付き合うなんて嘘だよね。嘘じゃないわよね、ハルトッチ。うん、本当は全然覚えてないけど、このマリアさんは僕を助けてくれた人だから、きっといい人に違いない。ハルト君、ちゃんと説明して。いきなり別れるだなんて私納得できないよ。ごめん、僕の彼女はマリアさんだから。
ね、これで信じた？リカちゃんとハルトッチはもう終わったの。これからは私とハルトッチがカップルよ。そんな。わかったなら、さあさあ帰って帰って。またことはもうないんだってば。じゃあまたね。ハルトくん、ハルトくん、本当にこれで私たち終わりなの？なんかちょっとだけかわいそうだったかしら。でもこれでハルトッチは私の彼氏。やったやった、ハルトッチ大好き。ありがとう。さっきの子すごく泣いてた。なんか胸が苦しくなるというか、締め付けられるような、この気持ちは一体何なんだろう。私とハルトくんなら絶対大丈夫だと思ってたけど、やっぱりマリアさんにはかなわなかったんだ。マリアさんもハルトくんのこと大好きだし、きっとそういうところを好きになったんだ。ただいま。おー、リカおかえり。遅かったな。今日もハルトとラブラブデートか？デートなわけないじゃない、パパのバカ。え、バカ？リカちゃんなんだか元気がなかったわね。喧嘩でもしたのかな。パパは何もしてないからな。明日から学校行きたくないな。ハルトくんに会っても今は涙が出ちゃう。ハルトくんと別れるなんて嫌だよ。昨日急にハルトくんに別れようって言われて一日中泣いてたら、ハルトくん別れたくないよ。誰？もしもし、リカお姉ちゃん。やっと繋がった。ハルトお兄ちゃん椅子から落ちて頭打っちゃったんだ。ところどころ記憶がなくなってて、リカお姉ちゃんのことも覚えてなかったの。そんな。だからハルトくん、あんな態度だったの？椅子から落ちて頭を打ったハルトくんは私のことを完全に忘れてしまった。そして今は、あ、元カノのリカちゃん。おはよう。ハルトッチと朝からアブラブです。ねえマリアさん、恥ずかしいよ。いいじゃない、恋人なんだから。それじゃあお先。あの子、何あれ。はぁ、学校行きたくないな。やっぱり帰ろうかな。ちょっと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 、何あれ、どういうこと。ハルトくんがなんでマリアさんと投稿してんの？二人とも私ね、別れたの。振られちゃった。え、なんで？あんなにラブラブだったのに。原因は？喧嘩でもしたの？わかんない。急にマリアさんのことが好きになったからって振られちゃったんだ。直接ハルトくんから言われたから、今回はマリアさんの嘘とかでもないの。私たち本当に終わっちゃった。そんな。ちょっとハルトくん、リカと別れるだなんて何考えてるの？何が？ごめんけど次の授業移動しないといけないから。あー、ちょっと待ちなさいよ。翼ちゃん、いいからいいから。だって何あれ、ハルトくん冷たくない？あんな人だった？いいの翼ちゃん、ハルトくんを怒らないで。リカ、リカさん、ハルトくん、あなたたち今日日直だからよろしくね。はい、今のあの二人が日直だなんて大丈夫かな。どうしよう、なんとなく気まずい。ハルトくんはずっと無言だし、でも今は二人きりいろいろ話せるチャンスかも。ハルトくんともしまた付き合えるなら付き合いたいし、なんで私たち別れることになったのかちゃんと話したい。ハルトくん、何？マリアさんのこと本当に好きになったから別れるの？そうだけど。私になんか嫌なところとかあった？わかんない。別れる前の日まで大好きだよって言ってくれたのは嘘だったの？覚えてないよ。ハルトくん。また泣いてた。なんか頭の中がモヤモヤする。僕の中で欠けてたものを埋めてくれるのは本当にあのマリアさんなのかな。頭が。ちょっとハルトくん、大丈夫ですか？どうしました？すみません先生、ちょっと頭が痛くて今日は早退します。気をつけて。
先ほどの休憩時間、ハルト君は頭が痛くて早退しました。え、だからいなかったんだ。ハルト君大丈夫かな。気になってお家まで来ちゃった。あ、鍵開いてる。お邪魔します。ハルト君寝てるんだ。どんな夢見てるんだろう。私はその夢には出てくる。これカレー作ってきたんだよ。ハルト君も大好きな野菜たっぷりカレー。これ食べたら私のこと思い出してくれるかな。今は寝てるし、テーブルの上に置いておくから。ハルト君ゆっくりでいいから思い出してね。私思い出してもらえるために頑張るね。お邪魔しました。私の大好きなハルトッシー、寝てんの？あ、マリアさん、今何時？今はね、なんか夢を見てた。へえ、どんな夢？なんか誰かと話しながら笑い合ってた。誰だか思い出せないけど、すごく楽しかった気がする。またハルトッシー、無理に思い出そうとしちゃダメよ。思い出せなくても私はハルトッシーのそばにいるから大丈夫よ。そうだね。飲み物取ってきますね。ん？これはカレー？これは。何？ハルトッチ。そんな驚いた顔して。じー。どうしたの？そんな私のこと見つめて。これなんかすごく懐かしい。マリアさんが作ってくれたんだよね。え？やっぱり僕が忘れてるのはマリアさん。あなたとの思い出なのかもしれない。絶対に思い出してみせるから。それまで待ってて。いやー、マリア幸せー。超ウルトラハッピー。このままハルト君ずっと思い出さないことだってあるのかな。私のこと好きって言った言葉も何もかも忘れてるなんて、ハルト君のバカバカ。リカちゃん、どうしたの？また泣いてるの？シャルル君。またハルト君のことで？もう私ダメかもしれない。いいんだよ、何も言わなくて。シャルル君、悲しい時は泣いたらいいよ。リカちゃんがハルト君のことをすごい好きなのは知ってるから。見て見て、こんなところでハグしてる。ヒューヒュー、ラブラブだね。シャルル君、大丈夫だから。いいんだよ、泣いてるの見られないように隠してあげるから。シャルル君ありがとう。大丈夫？ちょっとは落ち着いた？本当にありがとう。あれあれあれ、リカちゃんってばもう新しい彼氏？マリアさん、いいじゃんいいじゃん、二人ともなかなかお似合いよ。ねえハルトッチ、二人お似合いじゃない？うん、お似合いだと思う。やっぱり？私たちの方がお似合いだけどね。マリアさん、お願いですから早く言ってください。何よ。まあリカちゃんのこと慰めてあげてね。じゃあね。ほら行こうハルトッチ。うん。いた。大丈夫ハルトッチ？こないだ椅子から落ちた時に痛めたところが。いたたたたたた。大変。今すぐマリアンちの主治医に見てもらいましょう。ほら私の手持って。歩ける？何あれ、まるでリカちゃんに見せつけてるかのような。ハルト君足大丈夫かな？無事だったらいいけど。リカちゃん、ハルト君昨日あれから大丈夫だったかな？私とのことなんて覚えてないのにお見舞いに来るなんて私もバカだよね。ハルト君、リカだけど。リカお姉さん。ハルカちゃん、お兄ちゃんのお見舞いに来てくれたの？そう。ハルト君中にいる？いるよ。マリアちゃんもいるけど。もうやだハルトッチ。なんかすごく楽しそうだね。どうしたのハルカちゃん。誰？あ、リカちゃん。あ、お花。ありがとう、サンキュー。まあせっかく心配して来てくれたんだし、中でも入りなよ。お邪魔します。あ、ハルト君。また君？僕ちょっとトイレに行ってくるよ。ねえ、マリア寂しい。大丈夫、すぐ戻ってくるから。はい。ところでリカちゃん。なにリカちゃんってハルトッチの記憶戻ってほしいって思ってるよね。そ
それはもちろんです。だったらさ、もうここには来ないでくれない？え、リカちゃんが来るとほら、ハルトッチもイライラするみたいだし、リカちゃんもそんなハルトッチ見たくないでしょ。今本当にリカちゃんのことが相当ストレスみたいなのよね。私がハルト君のストレスになってる？やっぱストレスって体に悪いし、本当にハルトッチのことを思うんだったら来ないでほしいの。大丈夫、これからのハルトッチは私に任せて、シャルルとでも付き合いなさい。未練タラタラもかっこ悪いわよ。さーてと、マリア特製のホットケーキ、みんなで食べよう。マリアさんは本当に料理が上手だよね。こないだテーブルに置いてあったカレーまた作ってよ。もちろん、いつでも作ってあげるわ。テーブルにあったカレーって私が作ったカレー？マリアさんが作ったことになってるの？それよりさ、なんで君ここにいるの？リカちゃんって僕の記憶がなくなる前、僕とマリアさんの邪魔をしてたらしいね。いつまでここにいるの？帰って。今、なんて言ったの？だから、帰って。ハルトくんの、バカ！ありえない！それがお見舞いに来た人に言う言葉なの？え？それに、誰が作ったカレーかわかんないの？そんなのハルトくんじゃない！最低！ハルトくんのバカ！こんなのもう別人だわ！あら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 、もういい！もう知らない！あなたはもう私が好きだったハルトくんじゃない。もう終わりにする。もうハルトくんの家には来ない。そして関わらない。ハルトくんが私を必要としてないんだから、もうカップルなんかじゃないわ。それでね、それでね、今私の彼氏になってんの。ちょっとマリアさん、あら、誰かと思えばリカちゃんの友達？こんなところまで何しに来たの？あんたさ、リカちゃんの気持ち考えたことあるの？ハルトッチハルトッチってベタ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 しちゃって何のつもり？ほーん、ハルトッチと私がお似合いだから妬んでるのね。もうハルトッチは私に夢中なんだから邪魔しないでくれる？ほんと最低なお嬢様だね。あはー、私はハルトッチとただ幸せになりたいだけなのに、うるさいのがたくさんいて、ほんと私ってかわいそうだわ。かわいそう？どう考えてもリカちゃんの方がかわいそうでしょ。嘘泣きなんかしてふざけんじゃないわよ。ちょっとちょっと、黙って聞いてればひどいんじゃなくって？あなたたちみたいな貧乏人って言葉遣いも悪くて本当にお下品ですわ。もうハルトさんはマリアさんの恋人なんです。引き取りなさって。ちょっとやめてよブス。ない、いい、ハルト君とリカはあんたになんか壊せない深い絆があるんだから、絶対このままじゃ終わらせないから。あの方たちは何ですの？失礼すぎですわ。この美しい私をブースだなんて柄も悪いし、お下品だわ。あんな人たちがマリア様に向かって。いいのいいの、今は私がハルトッチの彼女なんだから、あんな負け犬は放っておいて、さ、ランチにでも行きましょう。はい。はー、リカが作ったカレーを自分で作ったって言うなんて、マリアさんほんとひどいわ。そうだよね、私もひどいと思う。ちょっと、じゃあなんで自分が作ったってハルト君に言わなかったの？私がハルト君に言ってくる。待って、翼ちゃん、私だってもちろん悔しいよ。でもね、私かけてたんだ。記憶がなくなってもハルトくんはまた私を選んでくれるって。でも違った、私うぬぼれてたんだと思う。リカ、悲しいけど私が好きだったハルトくんはもういないの。私とハルトくんの絆はそんなもんだったんだよ。だからもういいの、ハルトくんとのことはもう終わりにするから。リカ、ごめんね、私たち何もできなくて。ああ、二人ともありがとう。ハルトッチ、足の調子はどう？やっぱりまだ痛む？うん、でもだいぶ良くなってきたかな。ハルトッチ、何そんな暗い顔しちゃって。別に。別にって感じじゃないじゃん。何何言ってみて。なんか最近気になるんだ、あのいつも泣いてた子。泣いてた子？リカちゃん？
なんであの子いつも泣いたり怒ったりしてるんだろう。毎日のように来てたのに急にぱったり来なくなるし、最後の泣き顔が頭から離れない。あのね、今日ね、リカちゃんの友達が私のところに来たの。それでなんか怒られちゃった。私よりリカちゃんとハルトッチの方がお似合いなのにって、みんな私のことを悪く言うの。マリアさん、でも私ね、今のハルトッチの言葉が一番ショックだった。なんでたまにしか来ないリカちゃんが気になるの？私じゃダメなの？私自信あるよ。ハルトッチが失ったものを全部埋められる自信があるのに。本当に好きなの。だからリカちゃんのことが気になるなんて言わないで。ごめんマリアさん、昨日も全然眠れなかったな。リカちゃん、ちょっといいかしら？マリアさん、改めて報告しようと思って。リカちゃんには本当に辛いかもしれないんだけど、ハルトッチね、本当にリカちゃんのことがどうでもよくなったみたいで、その代わりもっと私のことを大好きになったの。私と過ごしてる時のハルトッチ本当に幸せそうなんだ。そうなんだ、よかった。わざわざありがとうございます。今までハルトッチってリカちゃん一筋って感じだったじゃない？今はもうマリア大好きって感じで。マリアさんがいろいろ言ってきたけど、胸が痛くて、私は全然頭に入ってこなかった。全部手放そう。ハルト君を思い出すものすべて、そして私の中からハルト君を消すんだ。もう期待なんかしない。思い出のものがあったら思い出すから。確かこれ、クリスマスの時にプレゼント交換してもらったんだよね。私は手編みのニット帽をあげて、このピアスをハルトくんがくれたけど、もうつけることもないね。そしてこれは、夏祭りで翼ちゃんたちとダブルデートした時に、ハルトくんが私に撮ってくれたもの。とっても可愛いけど、見ると思い出して辛いから。ごめんね。ハルトくんが買ってくれたこの洋服も、かわいいバッグも、ごめんね。さようなら。ああ。リカどうしたの？今からハルトくんに会いに行くから、翼ちゃんにもう一度元気もらおうと思って。リカ、これがその荷物？そう。捨てちゃおうかとも思ったんだけど、一方的に捨てるのもどうかなって。だからハルトくんに返すの。もしかしてこの思い出たちを見て記憶を取り戻すこともあるかもよ。ないない、ハルトくんマリアさんにベタ惚れだもん。これを返してもうきっぱりさようならだよ、ハルトくん。リカとハルトくんも本当に終わりか。なんで翼ちゃんまで落ち込むの？いいのもう期待するのは疲れちゃったし、これ以上辛い思いしたくないからさ。でもこの悲しみが消えるのってどのくらい時間がかかるのかな。じゃじゃーん、前にハルトッチが食べたいって言ったから、またカレー作ってみたよ。ありがとう。もう足もだいぶ良くなったみたいね。マリアさんの看病のおかげだよ。もうハルトッチってばー。さあさあ、冷めないうちにマリア特製のカレー食べて元気出して。頑張って作ったからきっと美味しいはずよ。いただきます。これはハルトッチの足が完全に治ったら遊園地デートでも行こうよ。ハルトッチイケメンだから本当に自慢の彼氏だし。そうだ、早速明日。ハルトッチカレー全然食べてないじゃん。どうしたの？こないだの野菜がたくさん入ってたカレー、なんで自分で作ったって言ったの？あれ、マリアさんが作ったんじゃないよね。こないだは失敗しちゃったじゃん。ダメよ、思い込みで判断しちゃう。記憶がないんだから。記憶がなくても僕の体が違うって言ってるんだ。僕が必要としてるのはマリアさんじゃない。思い出したの？忘れてたこと全部？いや、思い出せないよ。でもその思い出せない何かがどれだけ大事なものだったか感覚でわかるんだ。でもね、ハルトッチ、無理に思い出そうとすると頭が痛くなるって言ってたじゃない。ハルトッチの体が思い出したくないって拒否してるのよ。
だからもう忘れて新しい道を進んだ方がいいの。そうかもしれないけど、やっぱり思い出したい。忘れてる僕の大事なもの。ハルトくん、なんであの子が出てくるんだろう。ハルトっち、だから思い出さなくていいってば。マリアさんは本当に僕と付き合ってたの？もしかして僕が本当に大事にしてた人は他にいたんじゃ。違うわ、ハルトッチは私の彼氏だったのよ。ひどい、そんなこと言うなんて。やっぱりリカちゃんって子が泣いた時はなんか心がすごく痛かったけど、マリアさんが泣いても僕何も思わない。この気持ちは一体。お取り込み中だったらごめんなさい。何しに来たのよ。ハルト君、また来ちゃってごめん。これだけ返しに来たの。何これ、全部知らないし僕のじゃないんだけど。じゃあこれはハルト君が捨てて、私ももういらないから。それじゃあ。ちょっと待って。ああ、思い出のピアスが。あ、ごめん。それよりも私がどんな思いでここまで持ってきたか。こんなもの全部いらねえよ。ハルト君のバカ、もうここにも来ないし話もしない、学校でも目を合わせない。本当にさようなら。覚えてないだろうけど今までありがとう。ちょっと待って、話してよ、もう帰るの。だから待って、リカちゃん、今全部思い出した。本当にごめん。え、思い出した？うん、今のアザラシで全部思い出した。その日から今日までのこと、そしてどれだけ僕にとって大事な人だったか、全部思い出した。本当にごめん。ちょっと待って、私のことも思い出したの？思い出しました。今すぐ帰ってください。帰らない。だって私はハルトッチの。帰ってください、マリアさん、お願いですから帰ってください。まずい、多分ハルトッチめちゃくちゃキレてる。私のこと全部思い出したからだ。はーい、帰ります。ハルトッチ、リカちゃん、ちょっと今回は調子に乗りすぎちゃったかも。ごめんね。ハルトくん、本当に思い出したの？私が誰だかわかる？僕の大好きな彼女のリカちゃん。ハルトくん！今回のこと本当にごめん。たくさん傷つけてごめん。悲しい思いもさせてごめん。何回も泣かせてしまってごめん。もう謝っても謝っても許されないよね。まあ、ハルトくんのバカ！私のことも忘れるのよ。何、マリアさんと付き合ったりなんかしてんのよ。バカ。でもよかった、思い出してくれてありがとう。本当にごめんね。これからもずっとリカちゃんだけが大好きだよ。あなたがジョージさんの奥さんのリンダさんで間違いありませんか？もちろん私が奥さんよ。あなたどうなった？私、ココナッツ病院のナースです。ジョージさんがこちらの病院へ運ばれました。至急でいらしてください。病院ですって？ジョージどうしたの？まあ、しっかり早く病院に行かないと。私がお電話しました。ナースの泉です。あの、ジョージさんは今眠ってるだけなので大丈夫ですよ。眠っているだけ？よかった。でもなんでこうなったの？実はこの近くのフィットネスクラブから出てきたジョージさんの頭の上に看板が落ちてきて、
倒れたところで気を失ったみたいなんです。今日もムキムキ腹筋になったよ。そこで通りすがりの方がこちらに電話をしてくれて、元気に筋トレをしに行ったらそんなことが。でも頭の怪我は大したことないし、もうすぐ目が覚めると思いますよ。ご家族でそばにいてあげてください。よかったねママ。パパに何かあったらどうしようかと思ったよ。してくれ。はい、ジョージさん、ゆっくり起きますよ。ありがとう。ところで、ここはどこ？ジョージさんは落ちてきた看板に頭が当たって倒れたんです。それでここに運ばれたんですが、怪我も大したことないし、もうお家に帰れますよ。そうなのか。ありがとう、看護師さん。君も看護師さん？派手な看護師さんだね。ありがとう。ちょっと先生を呼んできます。お願いします。そうですね、これは頭を打ったことによる記憶喪失だと思います。記憶喪失？じゃあ私のことをもうわからないんですか？何かをきっかけに記憶が戻ることもありますが、戻らないこともあります。じゃあ言ってるのか全然わからない。どうぞお家に連れて帰ってゆっくりさせてあげてください。わかりました。先生、ママ、ドロシーちゃん、とりあえずパパを連れて帰るよ。ねえジョージ、この道思い出せない？私たちが毎日通ってた道よ。全然わからない。パパ、ここが私たちのお家だよ。これを見て何か思い出した？私たちの初めて見た家だ。あら、リンダたちもお出かけの帰り？おじさん、頭どうしたの？怪我でもしたの？この人たちは誰だ？バービー、聞いて！ジョージだ！リンダ、どうしたの？記憶喪失？そうなんです。頭を打った衝撃で記憶が戻ることもあれば戻らないこともあるって言われて。それは大変じゃん。おばさん、このままだとショックで死んじゃいそう。よし、私もおじさんの記憶が戻るように手伝うよ。ありがとう、ケイちゃん。おじさん、まずはここに座って。わ、わかった。そしておばさんたちはこっち。それじゃあ改めて説明するよ。まずはこの派手なおばさんがおじさんの奥さんで、名前はリンダ。さあ呼んでみて。リンダ、はじめまして。いやー、はじめましてなんてひどい。おばさん、落ち着いて落ち着いて。仕方ないよ、おじさんは今記憶をなくしてるんだから。そのうちリンダだ、イエーイって思い出してくれるよ。そういえばさっきからイエーイがないわね。そしてこのすっごく可愛い女の子がしっかり者の長女のモデルの仕事もしてるチェルシーちゃん。パパ、焦らなくていいからゆっくり思い出そう。よろしくチェルシー。そしてこのバカでかい目のバーブーが口癖の次女のドロシーちゃん。早く思い出してバーブー。そしてみんなが溺愛してる猫のドロミーちゃん。私を忘れるなんて寂しいにゃにゃ。この5人がおじさんの最愛の家族なの。俺がこの人とイチャ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 、信じられない。ジョージ、この人なんて他人行儀な言い方した。やっぱりひどい。
メだ、やっぱり思い出せない。そうだおじさん、自分の趣味は覚えてないの？趣味？わからない。この自分のお腹を見ても？お腹？見事な腹筋だ。そう、おじさんもバカみたいに毎日毎日筋トレに励んでたんだよ。そうか、今回の事故もフィットネスクラブの帰りって言ってたな。そしてミュージックスタート。ジョージ、さすがにこれを見たら思い出すでしょ。毎日毎日このエクササイズを見てくれてたじゃない。ねえ、思い出してくれた。どうどう、お決まりのこの音楽とおばさんのエクササイズ姿を見て懐かしくならない？エクササイズ？なんかなんかなんか騒がしい。おばさんのインパクトあるエクササイズを見てもダメか。そうだわ、他のことはともかく味覚は記憶してるんじゃないかしら。リンダ、ジョージが好きだったあなたの手料理を作ってあげたら？私の料理？わかったわ、私がいつも作ってるジョージの大好物を作ってみるわ。ジョージが好きだったもの、あれとあれとあれね。毎日美味しい、イエーイって言ってくれてたんだもの。食べたら絶対に思い出してくれるに違いないわ。ママ頑張って。できたわ。私が作る料理の中でも一番思い出のある三品を作ったわ。結婚してから毎日食べてた目玉焼き、みんなでつつくのが楽しくて大好きなおでん、風邪をひいたらいつも作ってた愛情たっぷり特製野菜パンプ。よー、見ただけじゃ思い出せない。じゃあ早く食べて食べて。目玉焼きかけるものは、上司がいつもかけてたものは醤油かな。違う、あなたがいつもかけてたのはソース。醤油は私、いつもそれで言い合いになってたじゃない。そうなのか、ダメだ、どれもすごく美味しいけど何も思い出せない。そうなの、まあ急には無理だよ。今日はパパをゆっくり寝かせてあげよう。そうよ、リンダも辛いだろうけど焦らない方がいいわ。そのうち絶対思い出してまた仲良し家族に戻れるわよ。チェルシーちゃんも元気出してね。また様子を見に来ますね。サリーちゃんもケイちゃんもありがとう。バーブー、私たち家族はいつもこうやって並んで寝てるんだよ。子供たちが増えて私たちの寝る距離が遠くなったねって話したのも覚えてない？ああ、何も思い出せない。そっか、まあおやすみなさい。おはよう。おはよう。よく眠れた？ああ疲れてたから朝までぐっすりだったよ。ねえ、今日はみんなでショッピングモールに行ってみない？しょっちゅう買い物してたところだから、もしかしたらパパも何か思い出すかもしれないよ。ショッピングモール行ってみようかな。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あ、見て、またあの騒がしい家族が買い物に来たわ。特にあの奥さんのテンション、接客してたら頭が痛くなりそうなのよね。まあまあ、でもお客様だから笑顔笑顔。いらっしゃいませ。まるで別人のように静かよ。ねえママ、あれからお隣さんすごく静かだよね。チェルシーちゃんも学校では明るく振る舞ってるけど、おじさんの記憶戻ってないみたいだし、ドロシーちゃんも保育園で全然元気ないでちゅよ。そうね、筋トレの掛け声もエクササイズの音楽も聞こえてこないわ。リンダたち大丈夫かしらね。ママ、そんなにやけにならないでよ。我慢できないってパパのこと
を思い出せないなら今日初めて出会ったと思えばいいって気がついたの。この一週間悲しくて私たちずっとメソメソしてたでしょ。そんなの私たち家族には似合わないわ。だからジョージ、もう無理して思い出さなくていいから。はじめまして、私はリンだよ。一応私たちは夫婦なの。よろしくペコリン。本当にもう頑張って思い出さなくていいのか。うん、いいのいいの。記憶がなくなってしまったことはもう仕方ないし、前よりもっともっとジョージに好きになってもらえるように私頑張るから。そうだねママ、私たち一からやり直す気持ちでもっともっと仲良し家族になろう。今こそ家族一致団結の時よ。となったらパパが大好きだったあの水族館にも連れてってあげましょう。うん、あとパパが大好きだったパン屋さんにも行ってあげようよ。ダヨシーはプパと公園で遊びたいパープー。ドラミーもにゃーにゃー。いいわねいいわね。まず何からする？すごく眩しい。この一週間みんなの落ち込んでる顔や泣いてる顔ばかり見たけど、こんなに4人が明るくて嬉しいね。パパ今なんて言った？イエーイって言ったわよね。ジョージー、久しぶりのイエーイだわ。どうしたの？なんか懐かしくてすごく嬉しい。もう一回言ってた。ブーン。ああ、これだこれ。リンダ、チェルシー、ドロシー、ドロミー、思い出したイエーイ。俺の愛する家族だよ。私たちを見て思い出したってことは、そんな私たちが好きってことなのかな。一週間筋トレをサボってたからか、体がうずうずするよ。それじゃあ早速また元気に筋トレとエクササイズ復活しましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、今リンダとジョージの元気な声が聞こえなかった？聞こえなくて、それにこの大爆の音楽、間違いない、おじさんの記憶が戻ったぜ。今日は先週やったテストを返したいと思います。皆さん頑張ってましたが、今回はなんとうちのクラスで100点が2人も出ました。うわー、100点、すごくない？私このテストを全然自信なかったんだよね。うんうん、俺っちも全然わかんなかったし。先生、その2人って誰なんですか？その2人とは、かやまさんと桜井くん。はい、カップル2人して100点ってすっごー。2人とも100点おめでとう。先生も鼻が高いわ。テスト前2人で勉強した甲斐があったね。夏休みに補習で遊べなくなるのは嫌だったから頑張ったもんね。みんなもこの2人を見習って勉強頑張るのよ。先生のクラスは2人も100点がいたらしいですね。ええ、かやまさんも桜井くんもよく頑張ってくれたみたいで嬉しいです。ああ、かやまさんといえばさっきも廊下で、はあ、次の授業で使うのにこの大荷物持っていかなきゃいけないのね。地図2つに地球儀にクラス分のノートにプリント、そしてパソコン。よし、頑張るか。もしかして先生それ全部持ってくんですか？そうなのよ、次の授業で使うからね。それなら私がそっちの段ボール持っていきますね。え、いいの？もちろんです。どこに持ってったらいいですか？ありがとう、助かるわ。じゃあ3組までお願いできるかしら？わかりました、先に持っていきますね。ええー、っていうことがあったんです。ほんと真面目で誰にでも優しくていい子ですね。そうなんです、かやまさんはとっても自慢の生徒なんです。いや、それにしてもハルトとリカちゃん2人揃って100点取るとかほんとすげーよな。ほんとほんと、テスト期間って早く帰れるからつい遊んじゃったりするのに2人で勉強するなんて偉いよね。そんなに偉い
ゃないよ。もし赤点取って夏休みに学校来ないといけなくなったら、みんなと遊べないの嫌だなって思って頑張っただけだよ。それでも頑張れない人の方が多いのに。まあ二人でやるから頑張れたっていうのもあるかもしれないね。うんうん、二人はほんと優等生でお似合いカップルだな。わーい、アイスだ、アイス。あの子が持ってるアイス美味しそうって。ここ結構車も通るのに、あの子あんなに走ってて危なくないかな。リカちゃんどうしたの？あ、いや、あの子大丈夫かなって。あ、危ない。リカちゃん、ここどこ？お父様、お母様、目が覚めました。リカ、よかった、本当によかったわ。目が覚めなかったらどうしようかと思ったんだぞ。父さん、母さん、ちょっと苦しいんだけど、どけてくれない？え、今なんて？父さん、母さんって言ったのか？リカ、目覚めたんだって。うん、リカ、どうしたの？翼ちゃんに美咲ちゃん、リカはまだ目覚めたばかりだからか、少し様子が変なのよね。申し訳ないんだけど、もしかしてうちの友達？え？っていうか、うちって言った？どういうこと？私たちのことわからない？ごめんね、全然わかんないってか、何この髪？地毛？やっぱうちめっちゃダサいんだけど。どういうことですか？リカは変わってしまったんでしょうか？もしかしたら部分的に記憶がなくなっているのかもしれないですね。記憶がなくなってる？そもそもリカはあんな喋り方をしないし、性格まで変わってるっていうのはどういうことですか？また検査をしないといけないんですか？絶対ではないのですが、もしかしたら頭を打った衝撃で変わってしまっているのかもしれません。でも体は健康ですし、記憶喪失というのは生活しているうちにだんだん思い出してくるものなので、お家や学校で過ごしていたら元に戻ると思いますので、今日で退院してもらって大丈夫です。うちが記憶喪失？やっぱウケる。てか、学校はいつから行けるの？学校も明日から行ってもらって大丈夫ですよ。ねえ、ハルト君に会ったらリカの記憶戻るんじゃないかな。確かに、あんなにラブラブなんだもん、絶対思い出すよね。ねえリカ、明日から来れそうなら学校来なよ。きっといろいろ思い出せるから。了解って感じで、昨日はまるで別人だったの。リカちゃんが記憶喪失？って言っても普通に家や学校の場所、家族のことは覚えてるみたいで、私たち友達やハルト君のことが頭から抜けてるみたいだったの。そうなんだ、思い出してくれるといいけど。おはよう。リカ、どうしたのその髪？本当にリカ？ああ、これあまりにもダサくて恥ずかったから、昨日帰って速攻染めてきちゃった。どう？可愛くない？エクステもつけたからめっちゃ長めだよ。可愛いけど、こんなリカ見たことないから、なんか違和感あるかも。って、それどころじゃない。リカ、この人見て、何か思わない？誰？この真面目でつまらなそうな人。かっこいいけど、うちとは仲良くなさそうだし、何か意味あるの？リカちゃん、この人はハルト君。ちなみに私は翼、そっちは美咲、そしてハルト君はリカの彼氏だよ。彼氏？うっそー、私とこの真面目くんが。やばー、超ウケるんだけど。でもうちとは合わなさそうだし、無理してたんじゃない？もう別れていいよ。え？おいおい、リカちゃん、話はずっと聞こえてたけど、そこまで言うって本当どうしちゃったんだよ。ハルトもずっとこのままでいいのか？よくないよ。でもどうしよう。皆さん、おはようございます。ホームルームを始めるわよ。って小山さん、どうしちゃったの？どうしたって、可愛くないですか？可愛く？確かに可愛いけど、あの小山さんが。先生、リカ事故に遭ってから一部の記憶がなくなったみたいで、私たちもまだちょっと動揺してるところなんです。そう
なのね。それにしてもいつもの加山さんとあまりにも違うからびっくりしたわ。まあとりあえずホームルームを始めますね。ねえねえ翼、ホームルーム終わったら学校抜けてどっか行こうよ。リカがサボろうとするなんて、いつもなら。ああ次の社会の授業嫌だな、早退したい。ダメだよ翼ちゃん、苦手かもしれないけど一緒に頑張ろう。わからないところあったら私も教えるからさ。そうねって言ってたし、サボるなんて全然考えれなかったじゃん。そんなことあったっけ。まあ昔のことなんか気にしないで行こう行こう。ホームルーム終わったらっていうか今先生後ろ見てるし、ほら行こう行こう。リカちゃん、友達とショッピングって超楽しいよねって、見てよ見てよ、あの人めっちゃイケメンじゃない。確かにかっこいいけど、リカにはハルトくんがいるじゃない。あーハルトね、でももう別れたし関係ないじゃん。本当に別れたとか言ってるの。二人ともすっごくお似合いだったんだよ。いつもお互いのこと思い合ってて素敵なカップルだったのに。そうなんだ、私が思い出せたらいいんだけどねっておばあちゃん、そんな荷物持ってどこまで行くの。うちが手伝ってあげるよ。すぐそこのバス停までだから大丈夫じゃよ。いやいや、それでもあまり重たそうなものは持たない方がいいって。ごめん翼、ちょっと待ってて。雰囲気は変わっちゃったけど優しいところはリカのままじゃん。楽しかった、旅ってプリとって髪色も可愛いし最高って。ハルト、リカさんやっと帰ってきた。何どうしたの。どうしたって、今朝言ったことをちゃんと話がしたくて。ああ別れ話のこと。だってうちはハルトが好きだったリカちゃんじゃないんだよ。いやリカちゃんはリカちゃんだよ。さっき翼ちゃんから連絡が来て知ったけど、今日も大変そうなおばあちゃんを手伝ってあげたんでしょ。やっぱり僕の好きなリカちゃんだなって思ったよ。でもうちはハルトのこと何も覚えてないじゃん。そんなのこれから知っていけばいいんだよ。ハルト、あ話の途中なのにごめん。え、木の上に猫がいるの。こういうところが好きなんだよな。よしよし、もう大丈夫だからね。ハルト、猫下ろすよ。危ない。リカちゃん、リカちゃん、リカちゃん。あれ、ハルト君、よかった。体調はどう。体調全然大丈夫だよ。ああよかった、それなら安心。ねえリカちゃん、やっぱり僕と別れたいって思う。え、私がハルト君と別れたいわけないじゃん。なんでそんなこと言うの。いや、ならいいや。そしてその感じ、よかった、記憶が元に戻ったんだね。ハルト君、なんだかよくわかんないけど私はハルト君が大好きだよ。ところでちょっと記憶が曖昧なんだけど、猫はどうなったの。リカちゃんが猫を守るように木から落ちてたから無事だったよ。それならよかった。僕もリカちゃんの記憶が戻ってくれて本当によかった。記憶？うんうん、なんでもない。今日も早くケリーに会いたいぜ。待ってろマイハニー。チャックちゃん大丈夫？いて、一体何が起こったんだ。あ、遅刻してしまう。大丈夫かしら。あ、チャックだ。おはよう。おはようって、君誰？もうチャックってば。何朝から寝ぼけてんの。寝ぼけてないんだけど、その手離してくれる？え？あ、遅刻してしまう。え？え？遅刻してしまうぜじゃないの？それにさっきの、その手離してくれる？って、え？え？チャック？いつもの口癖は？ねえねえみんな、今日チャックに会った？え？いつものなんとかだぜっていう口癖がなくなってたわ。そうなんだよ、あんな普通の喋り方するなんてどうしたのかな。それに私のこと誰とか言ってきたんだよ。大変だ大変だ。ジャック、何が大変なの。ジャック君、ケリーの
のこと忘れてるみたいなんだ。今のチャック君にケリーの記憶がない。さっきチャック君に会ったから。チャック君、今日こそどっちがケリーにふさわしいのか戦いで決めようじゃないか。ケリー？その子誰？なんで知らない子のために俺が戦わないといけないんだ？時間の無駄無駄。あ、ケリーのことを知らないってことがあったんだよ。チャック、私のこと忘れたの？ちょっとチャックのところ行ってくる。私のこと忘れたなんて冗談だよね。チャック、君は朝の、名前は知らないけど。ケリーだよ。ねえ、私が誰だか本当にわからないの？あんなに好きだった私のことをなんで忘れてんの？これっぽっちも思い出さないの？ねえ、チャック、なんとか言ってよ。おなんなんだこの子は。君のことは知らないよ。ケリー？ケリーちゃん。おお、ミキマキちゃんにリク、みんな揃ってどうしたんだ？え、チャックが忘れてるのって私のことだけなの？なんでよ、あんたに一体何があったの？ケリー、ちょっと来て。今のチャックくんに何を言っても覚えてないんだから意味がないわ。そこで私たち考えたんだけど、二人の思い出の場所ってたくさんあるじゃん。そこを二人で回ってみるのってどうかな？思い出の場所に行ったらチャックくんの記憶だって戻るかもしれないよ。そっか、二人の思い出の場所、その方法やってみるよ。昨日エマちゃんに言われた通りに来たけど、一体何なんだ？チャック、君は？エマちゃんは？エマはいない。今日は私と遊ぼう。遊ぶ？なんで俺が知らないこと？いいから話を聞いて。この場所ね、私とチャックが初めて会った場所なんだ。っていうか、初めて告白された場所なんだ。俺が君に告白？チャックはね、私のことが大好きだったんだよ。毎日毎日ケリー大好きだぜって言ってくれて。俺は告白なんてしてないし、意味わからないこと言うのはやめてくれ。そうだよね、記憶がないんだからそんなこと言われても困るよね。でも思い出してほしいよ。諦めない。ここがダメなら次だ。思い出の場所を巡ってるうちに記憶が戻ってくるはず。チャック、お願い、私についてきて。なんでこの子はこんなに必死なんだ？俺は記憶なんて忘れてないのに。こっちこっち。じゃーん、この船覚えてない？これチャックが作ってくれたんだよ、私とデートするためにって。俺が作った？いやいや、そんなことできるわけがない。君はやっぱり嘘をついてる。嘘じゃないよ、本当だよ。この船でデートに出発したらサメに襲われて、でもチャックがサメをパンチして私を助けてくれたんだよ。嘘だ、サメに勝てるわけなんかない。俺は嘘をつく子を好きにはならない。むしろ嘘をつく子は嫌いだ。チャック、どれも本当なのに。チャックは記憶がないから悪気がないのは分かってる。でも嫌いだなんて言われる日が来るなんて思わなかった。胸が苦しい。早く思い出してよ、チャック。よし、着いた。ねえ、この場所は覚えてない？おー、これはなんて素晴らしい島。ひゃっほー、よかった。今日初めて楽しそうなチャックを見た。なんかいつものチャックを思い出したよ。おお、こんな楽しそうな公園がこの島にあるなんて。キャッホー。こんな遊んでるチャックをまじまじと見ることなんて今までなかった気がするな。いつも私がはしゃいでるのをチャックは遠くから見守ってくれてたよね。私が怪我をした時も。痛いよ、こけて怪我しちゃった。ケリー大丈夫かだぜ。はい、絆創膏、ケリーのためにいつでも用意してるぜ。ありがとう。ねえ、遊び疲れて私もう歩けない。仕方ないぜ。じゃあ、はい、おんぶでお家まで送るぜ。サンキュー。しっかり捕まってるだぜ。送ってくれてありがとう。無事に送り届けれてよかったぜ。今日も俺と遊んでくれてありがとうだぜ。いい夢見ろよだぜ。
チャックはいつだってどんな時だって私を一番に考えてくれてた。チャックはいつもいろいろしてくれたのに私何もしてないやん。そりゃ思い出せるものなんてないか。あれ、私涙が、なんで涙が出るの？おー、どうしたんだ？なんで泣いてるんだ？ハンカチハンカチない。じゃあティッシュティッシュない。じゃあ俺の洋服でこれで涙を拭いてくれ。あった、大丈夫だから。女の子が泣いてるなんて大丈夫じゃない。記憶がなくなってもやっぱりチャックは優しいね。私気づいたかも。こんなに記憶を取り戻してほしくてチャックのことを必要としていて、私チャックのこと好きみたい。あれ、もう泣き止んだ？チャック、最後についてきてほしいところがあるの。来て。おお、急に泣いたりおとなしくなったり元気になったり、一体何なんだ？ここだよ、連れてきたかった場所。これはお城？昔ね、チャックが私にドレスをプレゼントしてくれて、このお城の前であることを言ってくれたんだ。覚えてないだろうけど本当だよ。俺があることを言った？あの時チャックが私に言ってくれたこと、今度は私が言うね。あのね、チャックは優しいし、私のことなら何でもしてくれて、まるで私の王子様みたいなんだ。最初はすっごく嫌いだったけど、いつの間にか。いつの間にか？めちゃくちゃ恥ずかしいけど、私はチャックのことが好き。だから。あ、かーなー。なんで毎回毎回毎回。ごめん、今のはつい。チャックの。バカ！戻らなくていい。チャックのパワー。なんで俺はケリーに殴られたのかだぜ。そしてなんで俺はこんなところにいるのかだぜ。おーいケリー、待ってくれだぜ。バカ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 。おーい、なんで逃げるんだぜ。バカバカバカ。なんで逃げるんだぜ。チャック、あんた。おー、止まってくれてありがとうだぜ。なんで俺たち思い出の場所になんかいたんだぜ。記憶が戻った。何、私のこと忘れてんだよ。でもよかった、思い出してくれてありがとう。な、何がなんだかよくわからないけど、めちゃくちゃ幸せな気分だぜ。チャックくんの記憶が戻ってよかったって思ったら評価をぜひ。